どうもこんにちは。この前、8月今日はちょっと緊急で動画撮ってます。今日9月5日5時56分556やね、くれとか言ってそんなんいいねんけど、今日のちょっとヤフーニュースなんやけど、12時44分お昼、ヤフーニュース見た？あ、見たっす。見た、見ました。はい、ヘズマのやつですね。うん、あのこの前8月20日、先週、今日が月曜日で、先週8日前の日曜日にヘズマ龍と試合と的に発された件に関して、こちらの大会の主催者と今合同でヘズマ龍とそのプロモーターに対して民事訴訟、今、顧問弁護士交えて準備してます。で、まあ各 SNS とかでそのことをその試合のいきさつとか載せてると、ヘズマ龍から、もうあえて呼び捨てで言うけど、ヘズマ龍から、ツイッターとかで、ツイッターで伝説の喧嘩しかわからんけど調子乗んなよと、契約書も書いてないし今回の話進んでなかったし練習も一切してなかった。でもこれはないね。まあ俺が直接やり取りしてたんちゃうけど、主催者さんから向こうのプロモーターとかヘズマリュウとのやり取りを LINE とかで見させてもらってんけど、試合承諾してます。で、試合の3日前ぐらいかなに、深田恵美っていう女優と、女優のハグ会場行ってて、熱中症のため倒れましたとか言うて、ちょっと出れないかもしれませんみたいな連絡が来て、結局キャンセルしてきたけど、これも俺嘘やと思ってるから。熱中症なんてもう点滴で1日で復活するから、熱中症っていうそのワードでは多分試合中止ちょっと弱いんちゃうかなって自分で思ったかもしらんけど、結局聞いてなかったっていう逃げ方してきたから。で、今日12時44分ヤフーニュース上がってます。元迷惑系 YouTuber ヘズマ龍が9月3日土手際にした騒動について民事訴訟されるらしいと報告していた。これ見る、これ見て、これ舐めとるんすよね。お箸くわえてるやん。はい、だいぶ熱中症やられたんですね。しかもこれ船盛り入れてカッコつけてるのか知らんけど、はい、ネタとしてもなんかめっちゃしょうもない。アジ、あ、これ俺アジ、俺でホタテ2つ、貝柱2つ、ハマチ、タイ、ちょっとマグロの中落ちかな。まで見て、普通この船盛りって言ったらもっといろんな豪華で貝類もあって白いもんの、ほんでもうちょっと豪華やねん。見てこれ、ほとんど野菜、うん何この船盛り1200円、ダッサ。で、まあちょっとそれだけど、で、伝説の喧嘩しか分からないけど調子乗んなよ。いや、これは試合キャンセルされてあかんやろって言うてるのに関して、伝説の喧嘩師じゃなくても怒ります、普通。間違いないですね。その伝説の喧嘩師やから、うん、ええ加減せよって言うてんちゃうで。で、この格闘技の試合を土台に反したことになってて民事訴訟されるらしいってツイッターでつぶやいてんねんけど、俺は700万も払えんしよ。もう、まあ、700万っていうのは大会としての被害損、被害総額で、これを払えって言ってるんちゃうで。多分被害総額プラスアルファやから、そんなんで済まへんと思うし、700万円も払えんしちゃう。700万で済まへんから絶対。で、改めてドタキャンではないことを主張し、伝説の喧嘩しか分からんけど調子乗んなよ、どっちがやと。
お騒がせ系か迷惑系か知らんけど、調子乗るのなんじゃなくて、一社会人としてまともなお話になると思います。今までいろんな、その多分今もその何か罪を犯して多分執行猶予中かなんかだから、ただ今までその世の中迷惑かけてお騒がせして、まあ、警察とか裁判所に罰せられてすいませんで逃げてきたかもしれんけど、今回は人が迷惑してる上にお金もすごい金額絡んでるから、それなりの代償をしっかり償うような判決が裁判所から下ると思います。でこれに関しては今日は9月5日月曜日、今週1週間で、主催者の方と弁護士さんと協議を重ねて、どういう方向性で民事訴訟を行うかきっちり方向性を出します。でその内容はちょっとあまりにもこういう、メディアも面白がってヘズマリューをかきたてたら視聴率というか、こういうのがアクセスが稼げるんかもしれんけど、こういうメディアもほんま良くないと思うし、ヘズマリュー氏に対してきっちり話を進めていこうと思います。で今日は緊急動画ということで、特に編集もなしでノーカットで出すんで、ノーカット、テロップもなしで出すんで、ちょっと見にくいし聞きにくいかもしれませんが、とりあえず私にできる宣言というか、戦うというしっかり宣言告知をしたかったんでこの動画撮りました。それでは続きはまた SNS、YouTube 等で随時報告していきます。以上です。ありがとうございました。